てかめっちゃ辛い。こんな辛かったっけ。さすがにお茶飲むわ。無理だった。すする TV。ずるずる。とすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はですね金曜日、まあ金曜日はね辛いラーメンをすすっておりますということで、私すするが大好きなあのお店の支店ができました。こちらです。ドン。JR 千駄ヶ谷駅から徒歩8分くらいのところにあります味噌麺処花道庵北参道店さんにお邪魔したわ。味噌麺処花道庵さんといえばもう私すする何度も行っておりまして、まあ、すする TV でも何度も訪問してるし、プライベートでもねもうまあプライベートでラーメンすするってもう本当に自分で言ってて何言ってんのと思うんですけど、ラーメンって別にみんなプライベートですするよね。プライベートっていうか普通にあのご飯として食べるよね。まあ、なんですけど、まあ、そのぐらいね大好きなあの味噌ラーメンのお店で、今回なんとねその支店がねこの北参道、まあ、千駄ヶ谷からも一応歩けるんですけどに新しくできたということで、まあ、花道庵好きならねすすっとかなきゃいけないぞということで早速向かっていきましょう。レッツゴー。というわけでね千駄ヶ谷駅到着しまして、目の前にはね東京体育館もございます。東京体育館のプールに何回か行ったことありますね、まあ、格安な料金でね広いプールを使えるんで、まあ、軽い運動にもなるしね結構おすすめですね。はい、そんなわけで皆さんから来ていたコメントを読ませていただきます。地元に二郎系がなかった地元に地元多いな、豚の神様と小次郎526が立て続けにオープンとなる。こういうなかったところにできる現象をどう思うか。なるほどね。まあでも立て続けにできたってことは、もしかしたら今まではこうあんまりラーメン店的にね注目されてないエリアだったのかもしれないですね。まあ例えば家賃が高かったりとか、そんなにここの駅って人いないよねみたいなイメージがあったりとか、まあ、最近もう都内とかは一駅に1店舗ぐらいやっぱ美味しいお店があるみたいな感じになってきてるんで、まあ、そういう意味でね、まあ、ここの駅はちょっとまだまだ行けるんじゃないかみたいな感じで出店するお店も多いのかもしれないですね。もちろんね美味しいラーメンを提供してくれるっていうのはもちろんなんですが、まあやっぱラーメン屋さんも商売なんでお金もやっぱ稼がなきゃいけないっていうところもあって、まあ、そういう大人の事情みたいなのもねいろいろ絡み合ってるのかもしれないですね。そしてね豚山は店員が優しいですね。この前は560万円くれました。しかもその万札全部が角が丸く切られてて、お札の角が刺さらないように配慮もしてくれても、なんなんその橋蓋は切るみたいな警察に通報して逮捕してもらいましたが、来た警察全員にディープキスのプレゼントをしてました。もう意味がわからない。どうなってるホイミスライムよ。おいなあ、全然回復してないんだからこっちは。もう文章が不思議すぎて、もうこっちの MP ももう全ドラレですよこれ。もうやばいやばい文章すぎるだろマジで。やばい文章の視聴者ねマジで本当に。まあ、こういった危機快快なコメントもお待ちしておりますので、ね、よろしくお願いします。静岡塩漬け繰り返し早口で言ってみてください。静岡塩漬け静岡塩漬け静岡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 。あ、むずいで、なんでいきなり塩漬けが出てきたの。巨人音を意識してるんですかねこのコメントは。初コメです。麺についてゴワゴワワシワシ系ハスミヤスオモミジヤヤとか、ピロピロ系ケンちゃんとかがとっても好みなのですが、都内近郊でそれぞれおすすめ店ありますか。まあ、ハスミ好きならねもう知ってると思うんですけど、まあ、メインヤードファイトっていう丹町のお店ですね横浜の方。いやここの麺はもうほんとスーパーハードですよ。もうバキバキ麺、まあ、僕はどっちかというと片麺よりはまあ普通に茹でられたまあ、ちょっと柔らか麺ぐらいの麺がね二郎系ラーメンと好きなんですけど、メインヤードファイトならもう許せる、まあ、許せるっていうかもう全然いけるもん。むしろ好き。まあ、ピロピロ系だったらまあ結構ピロピロ系のね麺提供してるとこ多いですが、最近食べた麺だとねあの手打ち麺レンさん、あの森下とかあっちのですね、あそこ麺はねマジでうまかったんですよね。手打ち麺レンさん、スープがさらに極まったらとんでもないことになりそうな一杯だなと思いました本当に。ついに去年初めてもみじやすすらせていただきました。ありがとうございます。すするさんのステッカー見てやっと来れたんだと感動させていただきました。嬉しいですね。これからもすするさんのおすすめをすすっていきたいので今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。動画を見てねお店行ってくれるのめっちゃ嬉しいですね。しかもね私すするの思い出が詰まったもみじやさんに行ってくださったということで、喜びもひとしおですねこれはね。てかね今日あの激辛を本当はすすろうとしてたんですけど、胃に膜を張る乳製品飲むの忘れちゃったんだよ。ちょっとそれが不安ですけど、あもうちょいで着きますんで早速すすりに行っちゃいましょう。全国の匿名さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。本日は声が飛んでしまっているすする君に代わって私タックが友人タックよりナレーションを務めさせていただきます。よろしくお願いします。ここめちゃくちゃ寒いです。というわけで味噌麺処花道庵北参道店さんは食券制です。今回は最も激辛なメニューである味玉番長ラーメンと豚ご飯、さらにこれまた辛いチンピラ卵と山椒をプッシュしました。チンピラ卵、おでんくんの友達。おや、何やら物々しい注意書きもありますね。花道来たらね、なんかやっぱレギュラーのラーメンももちろんなんですけど、トッピングがめちゃくちゃ豊富で毎回食券押しまくっちゃうんですよね、ついつい。ほんとじゃあお願いします。ありがとうございます。はい、番長ラーメンとっても辛いです。中本さんという北極的な辛さなんですけど大丈夫ですか。まあ、北極ぐらいなんですね。結構辛いです。まあ大丈夫だと思います。はい、大丈夫、大丈夫です。ありがとうございます。豚ご飯はお味どうされますか。豚ご飯は塩でお願いします。ありがとうございます。はい、ますお願いします。頑張りましょう。支店とはいえど花道庵本店と作り方は同じ。しっかりと中華鍋で炒めて作るスタイルは香り立ち、見ているだけでも食欲をそそります。
コメントをいただきました、なんで家庭を放置して一人でラーメン食べてばっかりなんですか。放置してるわけじゃないから、自分ではあんまりこう言いたくないですけど、 ある意味こうラーメンを食べてこう動画をアップするってことは仕事になってるからね。実は放置してラーメン食べに行ってるわけじゃない、ちゃんとあの家族との時間もあるからね。本当どういうことなんだよマジで。いただきます。こちらが花道庵北参道店さんの味玉番長ラーメンとチンピラ卵と山椒です。うおースープは真っ赤に染まっており、見るからに激辛そうな番長ラーメン、すでに刺激が目に来ている感もあります。さらっと油を絡めて炒められた野菜などのトッピングもボリューミーだぞってことで、いただきます。まずは番長スープからいきます。ではまず意を決してスープから、ボーイ。辛いけどうまい。ザリッとした食感すらあるつぶつぶな唐辛子と豚骨ベースの濃厚な味噌スープが合わさって、とにかく辛い。刺激がとんでもなく強く、以前本店で番長ラーメンをすすった時よりもさらに辛さが強くなってる。このスープを飲めば怪人二重面相などの男も自首しようと思うに違いありません。滑るー。さあそんな辛さを耐え抜き、お次は麺をリフトアップ。麺がさらに太くなったような気がするけど、それではいきます。よっしゃスズルーノゴー。花見ちゃんに店名を変えてから番長となった平手打ちもちもち太麺は風味豊かで、番長スープとの辛みもすげー。これはまさに稲葉事件を彷彿とさせる辛みっぷりで、激辛スープをダイレクトに口の中に運んでくる。だが次第にその辛さの虜になっているとは知らず、気がついた時にはただただ麺をすすっていくマシンのように。さすが花見ちゃんさん、いやーすごいなすごいな、いやーすごいなすごいな、止まらないんですよね。さて今度はチャーシューを食らってみましょう。肉質はしっかりめながら柔らかく、こちらもどっぷりとスープをまとっていて辛い。この辛さの包囲網によってどこにも逃げ場なく、すでに汗は滝のように流れ出している。心なしか唇も 1.5 倍くらいになってます。豚ご飯がねまた好きなメニューの一つ、僕は塩味が好きなんですけど、ボリュームも結構あってラーメンとセットで食べるとお腹いっぱいになります。それではお待ちかねの豚ご飯を食らってみましょう。こいつがすするの今回のオアシスとなり、まるで内山事件のように状況をカラッと変えてくれる。内山さん、内山さん、チンピラ卵がねまたうまいんですよ、辛いタレに使ってて、うん、というわけでそんなチンピラ卵を豚ご飯に乗せて食らってみれば、このタレがまたうまくて何倍にもパワーを増強してくれる。花道庵に来たら絶対注文するメニューで、今回の番長ラーメンが激辛だったからなのか、チンピラ卵のタレがもはや甘く感じて、旨味もしっかりと感じられてめちゃくちゃうめえ。てかめっちゃ辛い、こんな辛かったっけ、こんな辛かったっけ、でも辛い。辛いものへの耐性はかなりついているはずですが、そんなすするでも苦戦を強いられる番長ラーメン、ただものではありません。てな感じで終盤戦は山椒を投入して味変。パワフルな辛さに技巧派のしびれが追加され、ここへ来て猛ダッシュを可能にする圧倒的起爆剤に。野菜も今やスープを吸っていて激辛アイテムの一つとなっており、心のありどころはチンピラ卵と豚ご飯のみ。2回目お茶飲むのは無理だった。余計に辛くなってしまうことも恐れお茶も封印していましたが、さすがに限界になって禁じ手を解放してしまいました。そんなこんなで目に汗入りながらも、結局は美味しさによって突き動かされ、ラストにミスター癒しである味玉をデザートにしたならば、本日も完食です。大変美味しくすすれました。かなり苦戦しましたが、チンピラ卵などに助けられ大大宴。今度また本店にも行こうと思います。それではごっそれーごっそれはい、ごちそうさまでした。というわけで味噌麺どころ花道庵北参道店さん行ってきたんですけども、めちゃくちゃ辛かったね番長、あんな辛かったっけってぐらい、まあ、券売機にもね、あのめちゃくちゃ辛いんで注意みたいな張り紙もあったし、店員さんからも、ね、一瞬なんかストップかかるみたいな、相当辛いけど大丈夫ですかみたいなね案内もあって、まあ、それでもね前に番長ラーメン食べたことあるから大丈夫だろうと鷹をくくってたんですが、蓋開けてみたらマジでめっちゃ辛かったっすね本当に。なんか俺が知ってる番長ラーメンより番長してた気がするな今日。インコースズバズバ決まってましたね今日の番長は、はい、とはいえねやっぱりこう花道庵さんなのでベースの味噌味しっかりとしつつ、そこにね唐辛子の辛さがガツンと乗っかってる感じで、麺がね結構平打ちで太め、さらにねスープも唐辛子のおかげでかなりドロッドロになってるんで、めちゃくちゃ絡むんですよね。やっぱスープを持ち上げる量が多かったからより辛く感じたのかもしれないですね。もう今回だからあのチンピラ卵っていうね、まあ、僕がすごい花道さんの好きなサイドメニューあるんですけど、あのチンピラ
卵のタレもまあピリ辛ぐらいでね、もうめちゃくちゃ美味しいんです、あのタレなんですけども、番長が辛すぎてチンピラ卵のタレが甘く感じてるっていう、チンピラ卵のタレがめちゃくちゃうまかった本当に。まあ、野方の本店と同じくで豚ご飯などのサイドメニューも健在で、あえ麺とかね人気のメニューも多数取り揃えてるんで、花道庵ファンね、花道庵ファンの方はねぜひぜひ、すすってみてはいいんじゃないでしょうか。お昼は結構混むらしいんですけど、夜はね結構空いてるみたいなんで、今が狙い目かもしれませんね。あと忠告みたいになっちゃいますけど、番長は結構マジで辛いんで、初めての方はね辛味噌ラーメンがいいかもしれないですね。僕花道で一番好きなメニューはね辛味噌ラーメンなので、まあ、基本のね辛さを体験するんだったら辛味噌ラーメンが絶対おすすめですね。最近ね本店もあんまり行けてないので、ちょっと近々また本店も行きたいなと思わせてくれる一杯でしたね。やっぱ花道うまいわ。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、味噌麺どころ花道庵北参道店さん、超番長激辛ボーナスや、今回はマジで辛かったですね。